こんにちは。なるほどね。まあ確かにその環境にいてもその環境から自分が取り込まないのであれば何も変化し成長することはないっていうことですよね。まあでも少なくとも、まあレベルのといえばね、ちょっと身も蓋もない話かもしれませんけども、レベルの低い人のところに飛び込んでいけばレベルが高くなりようがないですよね。でもこう自分はできる人間だと、こういうふうな自己肯定感が高まるばっかりでと勘違いするばっかりだと思うんですよ、うん、でも自分よりもレベルの高い人に囲まれて、もしくは囲まれていなくても、例えば自分のよくね、お話しする人がとても賢い人とかね、すごい精神力を持った人とか稼げる人とかね、こういう人だとしたらいいお手本があるんで、いろいろ学べることあるんじゃないかなと。でも学ばなければそこには猫に小判みたいな話なのかなというところですよね、まあ、吉田さんの言われるように少なくともそのグループに入らなければ選択肢はないですよね。うん、まあ本当にね、なんかこうついついね、そうなんですよ、こう講師なんてやってるとこいつはあれですけども、できない人に囲まれるわけなんですよね。そのできない人をできるようにしていくために宿泊するわけですけども、できない人の気持ちがだん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 こう分からなくなってくるっていうところはあるのかなっていうところもあるし、できればどっちかっていうと、まだできてない人ができる人の気持ちを組めるようになってくると心肺成長は早いのかなっていうところですかね。じゃあ今回も2というタイトルでお届けしておきましょう。